いよいよ日没のクライマックスの序章が始まってきました。2014年の5月の9日、黄金の海に変わっていた瀬戸内海が今淡い茜色に変わりつつあります。もう西の空は随分と赤く染まり始めています。目を転じていけば大崎上島の観の峰山がその姿を現し、その左手背後には広島県の呉から伸びてくる飛島街道、その突端部にある大崎下島、一方寺山という山になります。その下には今この画面には見えておりませんが、江戸時代潮町風町の港町として栄えた御手という小さな町があります。そして今左手に見えてきたのはもう四国の今治方面の小さな島影が点在しているのが見えます。今日もいい一日と真摯に感謝の気持ちが湧いてくるような、そんな日没タイムです。だいぶ冷えてきました。標高から言うと400メーターもないようなそんな場所にいるのですが、さすがに瀬戸内海を吹く風が吹きさらし状態になっていて、カメラを抱えている手も少しかじかんできています。しかし今日は2014年の5月の9日、18時40分です。今瀬戸内海の多頭尾の世界に一期一会の今日の夕日が没しようとしています。ここはしまなみ海道の大三島という愛媛県にある島なのですが、その島の山、鷲ヶ東山という山の山頂をすぐ直下から撮影しています。私はこの場所からの日没を何度か見ているのですが、多少大げさになりますが、例えるとしたらこの風景は西方浄土と言っても過言ではないのではないでしょうか。昔の人がこのような光景を目にしたとき、おそらく西の方に